か蓋をして閉じ込めてた記憶奏でる音が連れてきた前で気がつけば止まったピアノいつの間にか流れた涙続きを鳴らそうこんにちは、ジャズのインストラクターの結城さゆです。今回の曲はアンコール、夜遊びのアンコールという曲で作ってきました。今回の曲も女性の声なのでしっかり体を引き上げて高い音を表現するときに高いところ、低い音を表現するとき、裏の音を表現するときしっかり下を踏むようなイメージで音楽をしっかり聞き分けながら表現できていけたらなと思います。手も繊細にしっかりガーとかグーとかじゃなくて繊細に使っていけるようにちょっと指先まで意識しながら今回はステップアップしていけるように頑張りましょう。よろしくお願いします。そしたら最初一番最初から説明していきます。両足肩幅、お膝は前で大丈夫です。パラレル2番の状態で立ってください。そしたら7-8で右手を内側に入れていきます。でその時に見づらいんですけどかかとを内側に入れたいです。右のかかとを内側に入れながら準備して左手を突き刺します。その時に左足見てばかりだようにこう内側を入れた右足軸にして左足を刺します、そしたら1円で両膝をカクンって抜きながら1円肘も軽く曲げてください。1円2またら左手で目を押さえます。両足まっすぐに戻したら右手横からまっすぐ上げてきて指先ピン、小指がどっか行っちゃう前向いた状態で上がってきます。1-2-3-円で上げます。4からこの到着した瞬間から左にうー回転していくんですけど1-2-3-円ウィーン動かしながら行ったら右足にこっそり乗ってきます。5で右手と左手を入れ替えてまた視界を閉ざすようにしてください。6で左に塗ります。7で両肘を開きながら右足遠く膝がインにならないようにしっかり膝ちょっと外にしながら7-8で右足を曲げて後ろにつきます。その時に左足曲げます。起きたら左足遠く右足パスしながら右手横左手斜めにして1取ります。2円で左足にまた戻った時に両手はここから丸を描くようなイメージ円右足遠く回しながらまた後ろに置いてそのまま左に1個シェネします。ふう回ったらもう一回左足ついてまたここの同じポーズなんですけどそのまま半回転後ろに回ります。5-4来たら右足ついたらクロスで右手横左手上左足横7で横に開いていきます。5-4クス7-8斜めを作りたいんだけどこの時にかかとついたりしなくていいのでかかと上げたまま膝を上げて7-8です。頭からいきましょう。7-8-1-2-3-円ウィーンして5で入れ替えます。6待って7で足上げる1-2-3-円シェネする5-6-7-8
早くしていきます。セブン、エイト、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファー、ニブシ、クワッツ、セブン、エイト、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、シックス、セブン、エイト。ここまで来たら、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワンで一回下ろします。円で右手肩チョンしながら右肘を左手で持ち上げてか、うん、ワン、円。この時に注意してほしいのが、オフラインでやってるレッスンでよくあったんだけど、こうお尻が後ろに出ちゃうと、もうお腹が腹筋が緩くなっちゃってるから、しっかりお尻締めて下に向かって、ここ背中しっかり丸めて下ろしてください。だから身長的には変わってるんだけど、膝使うから上半身で動かさない、上半身はそのままで膝で落とす。ワン、エン、すぐ立てるようにしたら、ツーでこの右肘好きなようにどかしてください。どこでもいいです、ブンでも何でもいいです。ワン、エン、ツーでどかしたら、エンで抱きしめます、自分のこと。そしたらスリー、エンで、ズドンって音がするから、ワン、エン、ツー、エン、スリー、ドンって音で外してください。いい。そしたらそのまま、右足をつま先チョンして、後ろに。相座つきます。右手つきます。このまま左足を、左から、後ろに回して、一回体育座りに入ったら、このまま、涙って音があるので、5、6、7、8、1っていう1のカウントで好きに自由に動いてください。1、来たら2で左前だね、前に向かって動き始めて、3で左手つきます。その時に左足のお膝が左手に近づくように、かかとが自分の前にあるようにしてください。3でついたら4でしっかり左肩に乗って、お腹持ち上げて右足を上げます。右手右足を振り上げて4 and 5、立ってください。ひゃら、左に向かっていこうしてね。6、そのまま左足出して、左手斜め右手横、7、一回ジャンプ、8、右足ついてと、で戻ってきます。もう一回いきます。横向きました。セーフ、6、7からいきますね。1 and 2 and 3 4 5 6 7 8、1で自由、2 3で前、4 and 5、イーブ左手ね、7 8、ここまでです。もう一度いきましょう。5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、まで行きました。そしたら次に進んでいきます。7 8、来たらこのまま手だけ説明しますね。こうなってます。右の耳の後ろを通って上に上がったら、左手と一緒に右手頭の上から開いていきます。その時に首も内側開く時に初めて上がっていくといいです。で、最終的に手のひらが外にクリアにしてください。6 7 8、起きたら1 2、開きます。その時にできると思ったら、右足に乗って左足を伸ばします。で、これがあっちゃこっち行かないで、もうまっすぐピン伸ばしててください。1 2、伸びます。来たら1 2 3 and 左足ついて、右足ついたら斜め左向いて叩きます、下ろします。
下ろした時にさっきと一緒です。背中曲げて両膝曲げて下ろしてください。4インタラ5で両足開きます。これがジャンプじゃなくて開くだけ。この時に下から上がってくるようなイメージで上がってください。来たら5 6で左足になります。 and 右足、左足ついたらもう正面、そのまま右足回しながら右手斜め左手横です。叩いて下開く、回ってジャンプです。これがじゃんじゃんつなげていけるようにしてください。左足ついてそれを曲げたら右足2番プリ入ります。こうジャンプしたのが手が遠く取って右足の横に右手つきます。できる人は左足を上に上げながらホップ、一回左に引きます。そのまま右足をインに入れながらもう一度フロアに入ります。左手ついて右手を前から回しながら斜め前に向かって一回下ろしたらロールアップしてください。今日の振りここまでになります。もう一度途中から行きます。サビから行かせてください。5 6ジャンプ、準備、1 2伸びたら3 and 叩いて開く、6ジャンプ、8 12 3で右足、4 5 6 7 8です。もう一度いきます。5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 33 4 5 6 7 8 ここまでできたらラスト早くやって、後半早くやって頭に戻していきましょう。いきます。5 6 7 8 1 2 3 4 and 56 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 よし。そしたら頭からやっていきます。まだ難しいなと思う人は頭から戻って丁寧に丁寧にここまでを完璧にしていきましょう。頭からいきます。5 6 78。カウントで何回も練習して、できないところは復習して前に戻ってやってみてください。ここまで完璧になった人は私と一緒に曲でやってみましょう。曲をお願いします。蓋をして閉じ込めてた記憶、奏でる音が連れてきた思い出、気がつけば止まった。
しょうか。曲でやってみて、まだ難しいな、早いの難しいなと思ったら最初に戻ってみて復習して、自分で歌いながらやるとすごくやりやすいと思うので、よかったら音楽聴きながら歌詞も覚えたりとかして、自分なりのペースでゆっくり練習してみてください。あとはこの叩くみたいな動作が出てくると思うんですけど、ここグーでいいので、しっかり叩いた時に肘伸びきらないで曲げたままでいいのね。しっかりこの手前で止めてあげる。止めて、さらに下に下がりながらお腹上に引き上げながら次っていう、このなんだろうな、体は今しっかりやるんだけど、次に向かって体の準備が始まってるみたいなのがうまくつながるようになると、動きが切れずにつながって見えるようになるので、その筋肉、引き上げるのをやめちゃったりとかしないようにしながら意識して練習してみてください。はい、今日はありがとうございました。ゆきさえでした。